皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞー。はい、聖剣伝説3実況プレイのパート31です。よっしゃっしゃっさ、神獣狩り第3弾続きです。やっていこう。うせできればボス戦が良かったな。ね、もういいでしょう。結構敵強いぞ。お前 M 結構使うからさ。そうなんだよね。一戦闘で8ぐらい使う。うん、温存しようにもっていうね。これで3体やって、多分スラちゃんやって多分パリネズミとか。うん、まあ入る。まずあのスライムだけはね、見過ごすわけにはいかんのよ。え、よいしょ。ナイスジャンプ。ナイスジャンプ。あ、全然食らってねえじゃねえかよ。お、やっぱ来た。ぷいぷいそう。愛したものではない。おい、マジかよ。基本このセットかい。きついよ。なんて来たよ。プチドラゴンがね、結構厄介なんですよ。ねえ。俺一個使っちゃおうかな。いや、テレビにやられてるぞ、シャルロットが。あら、多分と。いや、俺もやられてるし。ちょっと待って。はい。え？ここにはあんの？さっきの回復の意味。空気読んでんなぁ。せっかくのペルの行為が無駄になったぜ。え、ざまみろ。ストライキ起こしてやる。今スライムちゃんいた？いた。あっ、いいんだ。当たらねえ。
恥ずかしい。ヘルも技を使え。B ボタン、B ボタン。B ボタンか。うん。ドリで出ねえはずだ。出ないっす、ナベさん。あれ ?B ボタンでした。あれあ、そっか。配置が違うの、うちら。いつまいか俺死にそうだってし。そう、今気づいたな。こいつどんだけ高くなのよ。チップとかしか入ってないからね。よし。ぽいぽいそうしか持っとらんのか、あいつは。ぽいぽいさん。あ、来たよ。ランド、アンバー？何ちょっと、今回ちょっと何？え？どこにいた？え？え？はい。来た！あ、来た来た来た。なんだこいつ。めっちゃメカメカしいやつ来てよ。とりあえず。弱点ない。風？風でしょ。おぉ、これ好きよ、こういう敵役。あれはまだ当たり判定がない。なんかメガメカしいね。ねえ、まだ当たり判定ない。とりあえずドレイクの鱗を。えい、当たるよ。え、いや、行かないよ。あれ、あ、やっと行った。ナベさん。え、はい。俺の直感がついている。はい。こいつ刺したことない。お。え、結構食らった。あずさん、現実が俺に強い。なんだい？俺の顔は間違っていたと。全然早っ。味気多いね。異常状態系でしょ、これ。いや、そうでもないっぽいけど。あ、マジ？こまめに回復してもらってやばい。でも多分3体目っていうだけあって、多分パワーアップしてんのかも。なんで動かない？相手のなんか必殺技みたいな。ああ、これあれじゃない？ 3 体目でこう考えるとそんなに強くないじゃん。かな？ずっこい聞くわよ。もう多分聞くわ。死んだ。のけもの。なに、かねえ。なんか防御的な体勢もあるのか、あいつ。クラッシュボール。え？え？モンストじゃん。ストライクショットかな？あ、殴れ殴れ。これ一回死んだらめんどくせえな。
未だにキャラクター切り替えでやってきた。やっとできたけども、なんだ、どうしようかって。なんか俺のこの普通の特技入ると400ぐらい入るって感じ。うん。強い強い。ネットで影再現する。ネットすげえよ。ね。痛い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 。必殺技電撃パターンきました。ああ。あの。別に余地を与えてくれない。音？おい。おら。え？え？あれ？え？え？あら？え？なんだったん？あと5匹まだまだこれからよ。あっさりー。投資漬けだわ。攻撃力だけは高いやつだったんだね。なるほどね。パターンがうざい感じの。そういうタイプか。じゃあ、風か。そこ行く前にちょっと買い物していきたいな。ドレイクのロコとか結構使っちゃったし。そうだね。消費が一番激しい。そう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 。よし、行くぞ。さあ、任せた。え？お！待て、もったいない。本当はレベル低い。ありがとう。むちゃくちゃヘッドバンしてるぞ、ビルちゃん。しかも今、ワンパンできてなかったしね。で。こっちじゃねー。えい、邪魔。じゃあ分かれ。おどき。おどき。かわいそうになってきたな。お、弱い者いじめをする趣味はないんです。本当です。多分弱い者いじめ確かにね。だよな。だからどっちかって言っていじめられる方が好きだ。それに対して俺はどう反応したらいいんだろうか。なんかここでじゃあいじめてやろうかっていうのも負けた気がするしな。あーそっか、なんかめんどくさい男女だったよね。もうあんま内容覚えてねえわ。レビュー高くなってるし。ちょっと待って。ダイヤだよね、確かここは。確かね。あの、ハーピーの間抜け顔よ。アヘ顔として、アヘ顔としておこう。おー。どう？知性が上げられないのであれば力か体力かじゃない？あ、ほんとだ、知性上げられない。体力だね。これで、多分、190ぐらいまでいくのかな。190? あ、ごめん、390。減るのかよ、と思った。いかねかった。全然違った。もう恥ずかしい。えい。経験値はでかいぞ。しかも弱いじゃん。うん。ここ稼ぎ時じゃない？かもしんない。あれ？ん？
がまた上げられない。体力このゲームってレベルマックスなんだっけ。え、99じゃないの今。な28。あ、99行く前にボス倒せるよね。当たるでしょ、そりゃ。だいたいね、この頃のゲームはだいたいラスボスの時だいたい40から50ぐらいと相場決まってんだ。99まで逆にどうやってあげるんだろう。まあね、なんか隠しアイテムでもあんのかな。そういうのは多分ないと思うけど。よいしょ、よいしょ。なんか適当にやってる割には進めてる。合ってんのそもそも。わかんないけど。頼みます。あの風の向きのところグラフィックのモザイクかかってる。モザイクかかってる。あれ、ここ敵弱くね。うん。と思ったらこれで痛み見たりしね。おい、おいおいおい、シャレなんねえぞ。本当に痛えぞ。死んだわ。俺じゃねえか、死んだの。しかも一番脆いからな。いや、体力上げるべきだった。作戦変更ですね。アーマーナイト、やばい。アーマーナイト、まずアーマーナイト。あ、ごめん。オッケー。あー、俺シャルロットに変わったの忘れてた。アーマーナイトやろう。とりあえず。なんならあの風アーマーナイト連れてってくんねえかな。確かに。まず反対にしましょう。どうした。反対を狙った意味とか。結果オーライ。あ、風に乗って揺られていったよ。知人かな。えい。たまには活躍、ホーリーボール。あ、結構強い。よし。あ、なんか動かさないと。あ、いらっしゃい。二人プレイだとそれができるからね。お前らのことは忘れない。通れねー。一回こっちに行きたい。チビデビルは光属性に弱いと見た。だがダイヤモンド。ここでホーリーボール。悪いか、これでもう。もう俺の攻撃力も入ってるからな。とりあえずこっち、確かこっちにゾウあってんの気がする。OK。ゾウってそっちか。え？ゾウってそっちか。ゾウ。マナストーンのことをそうっつってんのかと。ああ、まだだってクラッシュチェンジしないでしょ。30中とかで確か。もうそう、だからクラッシュチェンジ用のアイテムを入手しないといけない。でこっちと。お、来た。
見ろ、その空の彼方、あれが真珠に違いない。ここ一匹だけイベントっぽくない？ね。あれ？え？それで呼ぶ？あ、なに？え、空中戦？え？いきなりアクションゲームじゃん。なに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 ？どこ？どこまで行くの？え？いや、ほんとどこまで行くの？世界一周してんじゃん。え、そういう戦い方ある？フラミーがかわいそうだよ。フラミーに戦わせれば、丸飲みに来てるから。何が効く？闇が効くらしい。反対のでっかいやつあったでしょ、ダークフォース。え？ダークフォースあったでしょ、ダークフォース。うん。それイビルゲート。あ、い、ああもう一回には MP 交渉費の方が。てか俺の声当たんのかなこれ。今思ったけど。それだ。両方闇なんだよね。うん。さっきからちょっとダックポストじゃなくてイビルゲットのほうが。どういうこと？いや気づいてたけどさ、まあいいか。待って、あ、別にあれか、アンジェラの防御力上げる必要ないのか。死んだら死んだでアンジェラの場合は MP 回復できるかな。うん。俺は闇属性がないので、あの地属性で応性扇風機いっちゃうよ。ね、こいつもなんかあんま大差がない。ね。やっと息したらうまそうだな。あ？何？おお。あ、バンク消えてる。マジかよ。これ1位しかなきゃいけないんか。ダークフォースやっぱつれん。ん？ 1 位しか入んの？いや、それはあの1と4やる。シャルロットの。あ、攻撃ね。うん。紛らわしい。届かねっていうか、なんだかんだ、あの、ボス戦まで行けないだろうなと思ったけど、ボス戦まで行ったね。で、短かった。うん。あ、てか、フラミ結構でかいのね。
だからさ、撃ってもらえるの爆フラミーの体当たり一発でも相当なダメージ入れそうじゃね。ドカーン500みたいなさ、500以上入りそうだけどね。死のうにもそんなに食らわないっていう。うん、もう一個くれとけ。いらないよ、だちょっと戦闘終わってくれればいいけど。あれでしょ、おどっから親が出てきてるか。さああんまり痛くないんだよな、結局。200とか来るようだったらさすがにびっくりするけどさ、これは痛い。大丈夫、ちょうど回復がなんて用意してた。予測してたわけじゃないだろ。ええ未来予知。ポケモンの技。未来予知しても予知してるだけで必ず避けられるわけではない。弱くね。使い方がよくわからないってね。あ、次この攻撃プランだろうな、うわーみたいな。どうしよう、対策できねえやー。壊しきれねえやー。地味に直線なんだから。しかもその都度アイテム使わないといけないしね。まあいっぱい用意してあるからいいけどさ。俺単体かよ。向こうもあれだな、誰が一番ヤバいか知ってるよ。毎回この画面を開くときに俺十字キーを探してる。十字キーを探してる。違う。ゲイ。もう2個しかないぞ。ん？あと1個じゃない？あと1個だけど、このダークコース3発目で終わるから。この未来予知。終わんなかったらと軽く折れたけどね。まあ、あと死ねばきっと。これあと2発。なんでこいつは俺ばっかり狙ってくんの？単体の時は。アイテム使ってるからじゃね。俺よほどヘイトもらってる？なるほど。これで終わりだ。あ、全体来た。ん？全体の音来た。大丈夫。あらば。もうワン画面あるっぽいよ。え、バフ使ってきやがった。生意気だ。
回避率がアップした。ほほう。え、サンドストーン待て、回復はよー、俺単体かよ。よかった。そこはあのむしろアンジュラ単体に来てもらって MP の回復をした方がよかったやつ。あれなくね、回復のやつ。あれあれない、マジで。尽きたでしょ。尽きたね。あらやばい。どうします。なんかどうしよう、頑張れ。これだと蘇生できないもんな。マジか。いや、困ったな。先輩、そんな減ってたんだ。どうすべ。じゃあ俺この戦闘の経験値もらえないじゃん。ね。それはショックでかいんだが。これ最後だし。ええ、あ、びっくりした、アンジェラ死んだかと思った方でダメージ入ってっけど、どうせならシャル狙って、シャルね、アンジュラ狙って。もう回復薬ないからダメよ。あ、そっか、いいねえか。おっと、これはまずいね。これはもう紛れもなく準備不足でしょう。はよ。うん。はい。あ。え？ポト使えばよかった。なんすか？ポトポト。ポトあった？これこれ、油。精神依存で回復量変わるから多分そこそこ。あ、やべ、回復間に合わなかった。バイバイ。耐えた。これは時間かかるぞ。アンジェラにこれも使っちゃえ。これでいくらか入るだろう。バブさん、HP の回復お願いします。音の油。ヒールライト。戦えてくるのかすごい。ね。いやー、これきついぞ。
もう溜まったら速攻使っていこう。ダメージ層としては悪くない。お、際どい際どいぞ、やばいぞ。おー、間に合った。殴れ殴れ。防御ダウン。もう結構削ってると思うんだけどな。ねえ、やば。あ、スターライト。スターライト。わかんない。あ、あーやっと倒した。ユランの経験値。こいつは長かった。あ、1位になって生き返ってる。どうなの？これもらえるはずなんのかな？イベント戦だからもらえるんじゃないかな。だったらいいんだけど。多分。ちょっとステータスで見てみなさい。オッケーオッケー。多分同じレベル帯だったら、うん、ボルトナベさんで確か500ぐらいしか変わらないはずだから。これで。あ、変わらない。あ、もらえてる、もらえてるんだ。よかったー。それだけが心配だったぜ。これはね、もらえないと結構、はい。きつい、関わるよ。はい。いやー、まあ、とりあえずね、とりあえずこれで、半分、真珠倒すことができまして、はい、残りもう半分と、いったところですかね。なるほど。蹴れていきましょう。後半です。ですね。はい。ではでは、聖剣伝説3実況プレイパート31。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てきれな。バイチャッ。